いちごる、いちごる。いや、今日はあの第2回目、女優さん企画第2回目なんですけど、また今日もあのゲストのお二人に、来てもらいました。イエーイ、いちごる。ね、いちごるのポーズってあるんですか？そういえば。あ、本当だ。いちごるのポーズ。さっきどうやってやってた？いちごる。いちごる。いや、今テレビ。そんな。それなんかあのテレビでそういうポーズありましたよね。オッケー。いや、今即席でなんかありますよ、いいやつ。一でもないしね、これ。一でもないし。玉？玉？まだ玉ね。あ、玉？いちごるってこうかな。こういうこと？一とゴル？いちごる。いちごる？あ、そうする？丸？クラブみたいになる。あ、確かに。あ、そういうこと？あ、そうなってます。なるほど、じゃあこれでいきましょう。いちごる。じゃあこれですか。トゥース。はい。トゥース。トゥース。はい。いちごる。いちごる。ちなみにもう一回じゃあ自己紹介を。あ、私の、はい、あの柴田千尋です。前回へそを出してた女なんですけど、今日なんか違う感じで来ちゃったから、もう誰か分からなくなってしまったかもと思って、うん、そう、でもへそを出してるとやっぱ蚊に食べられちゃうし、ね、お腹を気にしてあんまりちゃんと動けなかったりするから、ちょっと今日はいいかも。今日はこのぐらいちゃんとがっつり練習する気で来ました。お、意気込みは？興味、ね、1ヶ月の練習の成果を出したいと思います。この間より当たるはずね。なるほど。はい、堂の下沙羅です。女優をしてます。1ヶ月間結構あの打ちっぱなしも何回か行って、自主的にちょっと我慢できずに行っちゃって、あ、すごい、言ったんで、まあ成果を見せれればいいかなと思ってます。はい、素晴らしい。ちゃんとやってきたみたいです。ええ、毎日毎日ね。はい、毎日毎日ね。ええ、毎日毎日。でやってた？やってないでしょ。おあ、イメージトレーニング。そう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 、夢の中でしてた気もするし。そう、そういうのも大事だ。うん。まあまず最初に前回の復習じゃないけど、まあ3つポイントあったと思うんだけど、グリップ、アドレス、クッション投げ。クッション投げ。そうそうそう。ちょっとその3つをちゃんとできてるかどうかチェック。はい、チェックからね。してみよう。どんとこい。じゃあ、サラちゃんから。はい。はい。じゃあ、ちょっと見せてもらって。隙間もなく。隙間もなく。じゃあ、ちょっと。あ、グリップも OK ですね。OK。グリップ OK。OK。合格。グリップ。連携して、ちょっと膝を置いて。ポン。そうそうそう。あ、OK ですね。ちょっとだけ腕を突っ張らないようにするといいかもしれない。そう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 。あ、もうめっちゃいいです。ドヤ入りました。ドヤ顔です。100点100点。ありがとうございます。すごい。やっぱ練習してたから。じゃあちょっとイメージトレーニングを毎日積んでる柴田さんに。なかなか。ゴルフやっぱイメージだし。そうそうそう、イメージって言ったらこれで完璧でしたけど。イメージの中ではこれが、こういう感じで。で、まあ最初そのグリップやってもらって、グリップ。グリップ。そう、右の、そうそうそう、ここはこういう形になるかな。え、お母さん指ちょっと出るんだ。そう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 。なるほどなるほど。あ、いいかもいいかもいいかも、なんか掴めて。そう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 。まあいい感じになる、いい感じですね。で、横指ちょっとここをくっつけた方がいいかも。そうそう。ほらね。そうそうそう。オッケーオッケー。以上、ちょっと自分の方に引きつけて。ちょっと引き付けすぎかな。そう、リラックスして。そう、顔。で、なんだっけ、忘れちゃった。忘れちゃった。連携してから、ちょっとだけ膝を折って、そう、ポン。うん。柴さん、ちょっと膝を落としすぎる癖があるから。そうだね。そうそうそう。そうそう。これやりすぎですからね。ね、そうか。こういって。じゃあもう一回。もう一回こう引きつけたの。引きつけてリラックス。で連携して、ちょっと折る。で、あと柴さん癖的にこうやってやる癖があるから。こう、そうそうそう、こうやって遠くに。なるべくこの位置から連携してストーンと落とす。そう。でちょっとだけ膝をちょっとだけ。もうちょっとちょっと。もうちょっと戻らない。もうちょっとじゃないよ。
そうそうそう。もうちょっと折らない。本当にちょっぴりね。そうそうそう。ああ、そうそう。うん。結構2人ともできてます。じゃあ今のところその2つは OK。そうですね。今のところその2つはもう OK ですね。やった、うん、さすがですね。結構できてた。いや、嬉しい。思ったより。お。はい。え？で、3つ目の、クッション投げ。で、今日はまあクッションないんですけど、まあ、あのインパクトバックっていう。インパクトバック、あ、これですね。そうです。これ、重さで、多分重さで言ったら多分3キロぐらいあるんですけど、これをちょっと投げてもらおうかな。はい。クッションの代わりに。ここに投げるよ。1、2、2、そうそうそう、そこまで、あ、いいね、いいね。いいね、いいね。そう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 。やれてました？かなりやれてました。おぉ、はい、1、2、3、そう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 、きれい。あ、2人ともめっちゃできてる。やれてる、やれてる。お、うん、じゃあ、でまあ、実際に球を打ってもらって、まあ、さっき、言ったグリップ、アドレス、このクッション投げの、この遠心力の感じでクラブを打ってもらって、実際に、まあ、球を打ってもらって成果をちょっと見せてもらおうかな。ね、当たるのか、はい、それ別問題だもんね。で、一つだけアドバイス。していいか。いいかどうかね。ちょっとここで見てもらってもいいかな。こう、グリップするでしょ。で前傾して、こう膝折るでしょ。でこの時に、足、この距離感を、グリップとこの体の距離感を変えないで、足でこう進んでもらって、アドレスに入ってもらいたいんだよね。よくないのは、すごく球が遠いのに、こうやってやるのが一番やばい。たとえこの辺でやったとしても、ポンポン、ポンと落として、で自分で球のところにこうって、手と体の距離は変えない。変えない。こういってトン、そう、この位置は変えずに、そう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 、ここに歩く、そう、ここだね。そうで、もう上げて下ろす。もう一球ぐらいっていうのか、いいかな。うん、変なとこに当たったな。じゃあちょっともう一球、変なとこに当たるな。そうそう、そうで、前傾、前傾して、ポンポンポン、そう、そう、いきます。はい、うん、なんかもっと当たりそう。もっと当てたいです、うん、前傾、膝、ここ、ちょっと右行ったけど、あ、右に行っちゃった。だいぶ飛んでる。もうでもまあ二人間違いなく上達してますね。次のステップとしたら、やっぱ形、はい、フェースに、フェースの真ん中、芯って言われてるところにボールが当たんなきゃしょうがないでしょ。うん。また違うと。お。